さんはいつもの兄の第一タウンハイスの淡井圭介ですけども、今日は人数多かったですね。8名か9名ぐらいで踏み切りのところ、多分まあソングスっていう NHK の番組を見たからだと思うんですけども、まあ、はい、大きな声を出て、まあこちらに家の中にいる僕に向かって喧嘩を打ってくるようなのが1名、あとでまあ動画アップロードしておきます。できれば1名ちょっと凶暴そうな人間いたので、対応していただきたいです。ちょっと今日も遅いんで、まあ、動画のアップロード明日ぐらいになると思いますが、ご対応ほどよろしくお願いいたします。はあ、どういう内容の申し出ですかそれ。ああ、もう昔からのテレビ局との関わり合いですよ。結局この辺の近所に入り込んでる方なのか、なるほど、分かんないですよ。もう子供の頃からこちらに絡んできてる連中とか、はい、結局いろんな人間芸能界とか関わってるから、その辺ホームページは YK スクリーニング見てもらって総合的なご判断で、まあ電話出られてる方は、分かってる方が電話出られてると思うんで、分かりました、ご対応という形でよろしくお願いいたします。はい、すいません。はい、続けて次のものを再生します。ちょっと待ってくださいね。結構ね、今までの経緯とか考えたらなんとなく分かってくるんで。何度も申し訳ないです。先ほど、通報しました淡井圭介ですけども、8名か9名ぐらいの件で、それで先ほどまでずっと YouTube の、 説明欄のところにいろいろ法律名とかこう打ち込んでいて、今まで自分にどういうふうな経緯があったかで、それから組織的な犯罪の処罰及び、犯罪収益の規制等に関する法律まで書いて、もう今日は一旦これぐらいにしておきます、今読んでいるところですっていうところで、電源、こうパソコン切ろうかなと思って YouTube とかの欄をオフにすると、もう外でどうやら暴走族みたいな1台だけの音ですけども、やっぱりこれ電波ね、ずっと分かっていて、こちらの行動ですね、行動されてますよね。もう毎日これなんですよ。ひどい時とかだったら買い物行った時のそのすぐどっかからオートバイが、ああいうような暴走族関係の、今ちょっと音をしてると思うんですけども、今ね対応中なんですよ、ちょうど。あ、そうですか。入ってますんで、まあ僕のすぐ後ろを通って、有馬優先病院の横を曲がっていったりとかも、はい、この間あったところで、はい、その件もお伝えしちゃってます。了解です。ありがとうございます。そうそう、はい、すいません。ちょっと失礼しますね。恐れ入ります。先ほどの淡井圭介さん、はいはい、以前山口隆というものが秀和株式会社の北神戸店の店長を敷いた時に、はい、あらかじめなんかこう50人ぐらいオートバイが目の前に通るらしいわとか、何かそういうことを言っていって、その時神戸市北区の美濃谷駅、神戸電鉄のそれと青葉台の、間ぐらいにあったコンビニエンスストアでこう休憩時間にコンビニで弁当を買ってご飯食べてる目の前をオートバイが、まあ、本当に50台ぐらい通って行ってたんですけど、はい、なんかこの電波、その頃はもう電波の仕組みとかもう完全に忘れていて、テレビ局絡みの人間ともともと多数会っていたとか議員さんとかそういうこと一切合切忘れてたんですけど、これ多分電波はこの状況を見ると設定政府の給与、やっぱり文部科学省なんじゃないですかね。これやっぱり記録して YouTube で公開しとかなかったら、日本中の多分警察官が知っといた方がどう考えてもいいですよね。なるほど。一般人の方も含めて。で、まあ、さっきの音を鳴らして、あの辺一帯回ってたら、なんかこう仲間を呼び集めようとしてたんですか。今回ってますんでね、また何かあったら教えてください。一応以前の記録、できるだけ思い出せるだけ思い出して、まあ、記録をつけておこうと思います。はい、ありがとうございます。
僕のは続けて撮影します。もう今ちょっとラーメン作りながらで、ログインの画面が困るな。ちょっとどうしようかな。ホームページは YKS の履歴の方から、これね、さっきも暴走族の話とかしてましたけども、さっきの話が本当の話で、で多分物事の全容ってまず一般的な警察官の方とかご存じないと思うんですよ。で特に、範囲がどの辺まで、そのスーパーコンピューター系富岳が神戸市にあるのはまず間違いないですし、でもっと思い出してきたのが、その電波によって反応して動いてるでしょう。で NHK のそのアナウンサーとして、もしくはニュースキャスターとして出てるものは、昔議員で松原という名前で出ていた議員だと思うんですよ。でその人間が君の家族の死来たことだっていうことで、別の国会議員の人たち2名に両サイド固められて、連れて行かれてるところを見たんですよ。でその人たちは見たことあります、実際話したことあります。で精神病院に以前入れられていた時に、宝塚三田病院、松原っていうものがいたんですよ。でそのものは、そのものの証言を聞いていくと、親がもともと消費者金融関係で、まあ金持ちであったと。で消費者金融はもともとその銀行の傘下なんですよ。でもともと違法行為をしてしまってる。で話がもう全部、今までの淡井圭介の言ってきた内容を知ってる人だったら話全部つまってくるでしょう。でその議員、元議員だったもので結局 NHK の方に回ってアナウンサーとして、活動してると思われる。でその精神病院に入ってたその息子、そのものの息子かもしれない。もう言ってることを、証言を聞いていたら、もうこの辺で出馬していたから、その松原っていうもので、もともと暴走族、その多分息子だと思われるもので、その警察署とかに行ってね、からかっていたりとか、で昨日もその 音まで入っていたかな、警察に通報していた時の音、ボリュームをすごく上げたら、僕は喋りながらだから、聞こえないか、昨日の夜、0時00過ぎ暴走族走り回ってたんですけど、多分そういう、もうこれ最悪、電波で聞こえてきて動いてるんだったらそれ不正解で、だからその暴走族の息子 でそいつの証言聞いてたら、レイプしてるみたい。もう最初聞いていてよく分かんなかったんですけども、それ精神病院に出てからね、何ヶ月か経過してから、あの時言ってたあいつレイプだったんちゃうかって。それで、もうその時に聞いたのが、もう 7年入れられてるっていうことを言ってたんですよ。でこれだから電波云々のところで、エロ業界側に行ったやつも絶対テレビ出しちゃダメ、本当に親も三親等いない。であとこれ文部科学省の方でしっかりと対応しなきゃならない。だから報道の日に関して、畠山っていう名前でね、昨年の年末に放送された2023年の、報道の日、畠山っていう名前を名乗っていた女って、女優で田中麗奈って名乗ってた人間でしょう。モーニング娘。の田中麗奈と違いますよ。変なかばい合いがあるかもしれない。だからこれね、ちょっとみんなの踏ん張りどころで、もうこれもともと昔からまとも側の裁判官の人ははっきり言ってるんですよ。そのテレビ局の話、もうそこは我々でも手に負えないんですっていうことをはっきりと言ってる人もいるんですけども、その裁判官でテレビ局と関わったことのない人が、特に親族とか裁判官にならなきゃならない。で、っていうのは、例えば各アナウンサー関係で出た人間の親族4親等以内に裁判官がいる可能性がある。でそのものはその裁判には関われないように法律でなっています。またその法律名記載しておきます。これ調べるの むちゃくちゃ時間かかりますから。でこの内容を見てもらって、ちょっとね、
皇室ご一同、特に佳子さま、僕の状況を見てもらったら分かると思います。で、今、晴山整骨院とかは、こういう状態、さっきはね、車が0台だったんですよ。それがまた集まってきてる、違法行為してるのをばらされてるのに、まだ集まってきてる。だから、動画で撮影しちゃダメだっていう話、嘘ですよ。法廷で裁判官は任せますって言ってますから。でそれを、その人間が法の悪用を使ってね、まだダーティーなお金の稼ぎ方しちゃダメ、本当に。これが警察官の人たちとかにもしっかりと理解していただきたいことですね。で、その NHK の人間ね、その番組中の映像を、流してる時なのか、合間の時に隣にいる髪の毛染める女性アナウンサーと、まあ、なんか開き直ったことをね、言ってたことを、覚えています。あと僕に向かってとかね。で、もう今までの内容とか全部考えたらもうまず間違いないでしょ。でこれ本当みんなまともがあの人間で気引き締めて、しっかり対応しなかったらもう世の中めちゃくちゃなってますが、でもし自分がやられたらっていうことを考えましょう。本当に全然安心できるような社会じゃないです。これがちょっと今の一冷却圏、まあ佳子様だったらいつでも僕の家訪ねてくれたらいいです。で電話かけてから来てもらった方がいいです。だいぶまあマシにはなってます。さっきまで警察に新たに通報するまで、さっきまではね、車ゼロだったんですよ、晴山整骨院。なんかこれも変でしょ。ちょっともうちょっと深く突き詰めていきますね。